トランプに勝てるのかここですよね。おおなるほど。バイデンさんはね、高齢不安。ね。健康状態が不安だっていうことで撤退しましたけども、元気です。若いです。初の女性、初の黒人、初の黒人アジア系女性です。なって、いけんのっていうことなんですけども、これはもちろんですね。はい。いい点と不安な点、両方あるということなんですね。 VS、はい、トランプの中で勝てるのか有利なポイントと不利なポイントをまとめましたえ。有利なポイントで言ったらやっぱりどう考えてもこれ若さですよね。というのもトランプさん自体がですね、もうバイデンさんのことをこき下ろすときにですね、もうかなり年食ってんじゃねえかってことを中心にいじってきたので、それがもうぐるっと逆に向いてくるわけですよね。うん、59になりましたけど相手がチェンジしちゃうっていうね。うん、あのプロレスで相手がタッ,タップして変わっちゃうっていうね。あれなんだって。 向こうが59あなたの方がおじいさんですよねとこう言われるわけですよね。でもちろん今までねこの81対78の戦いを遠くに感じてた若者たちはですね非常にハリスさんに対してはあ私たち世代の来てんじゃんと理解してくれそうじゃんなんて言ってですね結構支持が若い人たちに広がってるんですね。 はい。ハリスさんがなんかね、あの、昔のエピソードの中になんかココナッツがこうだったのよみたいな話をしたら、そのココナッツを絵文字にしてですね、なんかシェアしたりとかですね、TikTok でそのハリスさんの演説をですね、シェアしたりとかですね。まあ、そういった若者の SNS SN、はい、動画メディアとかで,ですね、ハリスさんを肯定的にシェアするという若者が増えているという話があります。 さらに言うと女性支持ですよね、まあ、トランプさんがもうあまたの女性問題を抱えているのと真逆でですね、まあ、まずハリスさんが女性であると同時に、えー、その上でですね、えー、ハリスさんはですねあの人工妊娠中絶問題に対して人工妊娠中絶の権利を擁護するという活動をかなり重点的にやってきました、はい、これ日本人だとちょっと分かりづらいんですけども、まあ、その人工妊娠中絶妊娠を中絶すると いうことに関して、えー、アメリカというのはですね、非常に厳しいです。はい。まあ、もともとキリスト教の考え自体がですね、その中絶に関しては非常にネガティブなんですけれども、そのキリスト教をベースに作られた国というところがありつつですね、まあ、裁判の判例とかですね、いろいろと、まあ、2020年ちょっと前にですね、 あの、中絶するのを、中絶を禁止する法律というのは憲法違反じゃないのかというね、個人の自由を侵害してるんじゃないのかっていうことで、半世紀ぐらい前にですね、うん、まあそれは確かにね、侵害してるよねなんていう判例があったんですけども、つい4年前ですよ、いや、それは侵害じゃないなんて言ってですね、あの、覆っちゃったんですよ。で、先祖返りしてですね、 そのこの州では中絶手術はできませんとかって急になっちゃったりして、え、じゃあしなきゃいけないのにとかね、もちろん、あのー、望まない形での妊娠っていうね、まあ、その非常に襲われるとかね、性暴力によってとかありますから、そんな状態でもうちの州では中絶させてくれないのなんて言ってですね、あの、よその州に行かなきゃいけない人が出てくるんですね。でまあ、でもよその州に行けばいいんじゃないかっていうね、意見もあるかもしれません。ね。アメリカっていうのは州の力がね、日本の都道府県と違って、まあ、一個の国のような、 法律まで変わってきますのであの州によってはダメ州によってはいいっていうのが出てきてるんですよで州によってはいいところに行けばいいじゃないって一口に言うんですけどアメリカものすごいでかいんですねものすごいでかいんですねあ東京から埼玉へとかじゃないんですよもう飛行機使わなきゃいけないわけですよで宿泊しなきゃいけない病院探さなきゃいけないね若い女性にとっては非常に大きいコストですよね いや、もうそんなもうお金ありませんなんていうね、あの経済的に恵まれてなかったらですね、もういよいよ危険な方法でですね、やるしかないなんてですね、あ手術を受けることができずに、その、その、中絶薬というね、薬でなんとかするんだというのが主流になってしまったり、いろんなあの社会問題になってるんですね。そんな中で、人工妊娠中絶に対する、まあ、権利を擁護するという活動をやってるので、このハリスさんはですね、女性からの指示非常に熱いんですね。はい。 なので若い世代と女性に対しては非常にアプローチがしやすくなるだろうと。まあ、言っても民主党は好きだけどバイデンさんおじいちゃんすぎるからちょっと入れたくないっていう人たちもいたみたいですね。そういう人たちが、おお、だったらやっぱ民主党入れるわというふうに戻ってくるという話もあるんです。はい。さらにプラスなところで言うと選挙資金の問題らしいんですね。ここはね、私はあそうなんだっていうことなんですけど、アメリカ大統領選ってですね、非常に派手なイメージありますよね。 テレビ CM とかバンバン打つんですよ。各国のねその、各州に演説に行くのも遠いですから、旅費かかりますよ。チーム連れていっぱい移動しなきゃいけないですよ。お金かかるんですね。それをあと4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月のね、しかないのに、キューバで資金集めてやれるか、そういうね、政治家さん、なかなか多くはないみたいなんですね。ただ、このハリスさんは、バイデンさんの、まあ、その、 選挙資金団体の一員なんですよ。副大統領やってますから。なので、バイデンさんが集めた選挙資金をそのまま使えるらしいんですね。集めて、どれぐらい集めてるんですかって気になりますよね。うん、150億円ほどあるそうです。すごいあるっていう。いい規模感がわかる。すごいあるんだねっていう。で、それに匹敵する量ですね。 あの、今からやりますって、あの、ちょうだいって献金求めたら遅いんですよ。だから、ハリスさんはですね、この選挙資金集めに時間をかけないでいいというところもあって、若い人、女性、そして資金的な猶予、ね、余裕。この三つは非常にプラスに働くだろうとも言われてるんですね。ただ、逆に言うとですね、この選挙資金問題に関しては、だから出なかっただけっていう人もいるわけですよね。うん。 でももっといい人いるんじゃないなんていうのをさっぴいて、まあ今出れんのハリスさんしかいなくないっていう中で出てるんじゃないっていう批判もありますよね。うん。ですからさっきのニューサムカリフォルニア州知事であるとか、えー、ブティジェッジ、えー、運輸長官であるとか、そういう人たちは、今、今回はちょっと急いで出なくてもいいじゃんって。俺、入力候補だから4年後頑張るわと。 というのも4年後は絶対チャンス作る。なんでかっていうと、トランプさんはもう1回やってますから。アメリカっていうのはですね、あの、ロシアとか中国みたいに何期もできないんですよ。東京都知みたいに何期もできないんですよ。2期。最大で8年。なので4年も使ってるんで、トランプさん次4年やったら必ず交代しますよね。ですから、えー、その4年に向けてですね、4年後に向けて準備しようんじゃないかっていうふうに言われてる可能性もありますから、 えー、必ずしもハリスさんが選び抜かれてそこにいるかっていうとちょっと分からないという印象を与えてしまうのは若干マイナスですよね。で、ここからマイナスの意見言います。はい。ハリスさんすごいじゃん。若い人にも女性にも支持されてて、お金も苦労しないし、えー、選挙資金も潤沢にあって、その上でね、わあもういいじゃん、いいじゃん、もう検察官としても史上初の司法長官でしょ、いっちゃいっちゃいなんて思うかもしれませんが、 ですがですね、その副大統領になるまでのハリスさんは非常に華々しい経歴を残してるんですが、副大統領になってからある問題でつまずいてるんですね。それが移民問題なんですよ。はい。移民問題ね、アメリカっていうのはね、あのー、その、ど、どこで、あの、捕まるかでね、はい、その、 水の上で捕まったら、まだアメリカに上陸してない時に捕まったら、あじゃあ帰ってねって強制送還ですけど、アメリカにたどり着いちゃってたら、じゃあもう保護しようっていうふうにね、えー、なるという。だからもうその、アメリカの中に入っちゃえばっていう移民がね、不法移民っていうのはたくさんいるという中で、まあ、陸続きの南からですね、えー、もう大量に移民が流入してきてるんじゃないか。ね。それが、 白人労働者階級のですね、仕事を奪ってるんじゃないのか。こういうことをよく言ってました。メキシコとの間に壁を作れなんって言ったのはトランプさんですよね。移民どうなってんだっていう問題に対して、バイデン政権でその移民政策に対して対応を命じられてたのがこのハリスさんなんですよ。副大統領ハリスは移民問題を解決しますっていう感じで言ったんですが、このその任期からの3年間においてですね、 え目立った政策を取れなかったんですよ。はい。対応が後手後手に回って混乱を招いたじゃないか。移民問題解決してないじゃないかっていうことで、この副大統領になってからのハリスさんの評価っていうのはあまり高くないんですよ。そこがすごくマイナスポイントですよね。うん。さらに言うとですね、女性支持、若者支持って私言いましたけど、おかしくないですか黒人系とアジア系の支持も高くなきゃいけないと思いませんか ねえ、だってトランプさん白人なわけですよね。で、JD バンスさん副知事にみんな、副大統領に任命した人も白人なんですよね。チャンスは黒人やヒスパニックやアジア系じゃないかと思うかもしれません。ですが、このバイデン政権には大きな、えー、痛み、傷があるんですね。それがイスラエル対応です。はい。イスラエル一体最近何してますかというと、あの、ガザ地区の紛争ですよね。はい。パレスチナ問題があるんですよ。 で、イスラエルがですねガザ地区についにね行きましたよねええー、もうそのハマスとの戦いで、ね、ハマス全滅させるんだということでもうあんな狭くなったですねハマス、えー、ガザ地区にガン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 攻め入ってですねやっている、まあ、世界中からちょっとイスラエルさんやりすぎじゃないですかということで批判が高まってるんですけれどもバイデン政権はそこに対してイスラエル支持派に回っちゃってるわけですよねはい。 これアメリカ国内のマイノリティの人たち黒人の人たちアジア系の人たちがどう思うかというとあれと味方じゃないじゃんとねイスラエル野放しにするんですか、ね、中東の人たち虐げてるように見えるなということでイスラエル問題ガザ紛争があってからですね民主党の中の 黒人アジア系の支持ってのは離れていったと言われてるんですよ。もともとね白人の労働者階級をいくんだアメリカのメイクアメリカグレーターゲンダっていう人たちからするとうんねそういうのを見るとですね比較対応性的には民主党の方に黒人とかマイノリティのうねあのリベラルですから。 はい。指示が集まるはずなんですよ。ですが、イスラエルに対して強く出れなかった。これなんでかっていうと、献金ですよね。イスラエルに強い対応をしてしまうとですね、アメリカでは非常に、えー、お金の融通が効かなくなってくるということで、これも大口スポンサーということでですね、イスラエルに強く出れない。ですから、今回のこのバイデン政権においてですよ、しかも中にいたわけですよ。副大統領だったんですよ。 ガザ地区への侵攻を止めてない側の一員なんですよ。と見られてる。だから、ハリスさんに対するアジア系、黒人系、ヒスパニック系の目線は現在若干冷ややかになってるわけなんですね。ここがマイナスポイントです。はい。じゃあ整理しますと、若者、女性からの支持は厚いです。お金に関しても問題はなさそうです。ですが、移民政策とイスラエル対応に対して、 非常に冷ややかな目を注がれている。移民これからも防げないんじゃないの労働を守れないんじゃないのその上でイスラエルを止めれないんじゃないのということが、まあ、プラスとマイナスの中で攻め合ってるということなんですね。ですが、現状においてトランプさんとハリスさんへの支持率期待値というのはですね、世論調査、最新のものですね、やってる上でかなり拮抗してると言われてるんですよ。 まあ、もちろん誤差の範囲とも言われてますし、正式指名もされてません、ハリスさんはね。その上で副大統領もまだ指名してないので、まだそのファーストインパクトでしかないんですが、まだ拮抗している、まあ、圧倒的にトランプ、圧倒的にハリスということではないらしいんですね。あの耳をね、パーンって打たれてですね、それでも頑張るなっ,ってったら、お、すごいじゃないか、トランプなんていうふうにね、勢いがあるように見えるんですけども、圧勝ではないんですよ。あくまでも拮抗しているらしいんですね。 はーい。ですから、ここがどうなるのかは、これから次第ということで,ですねえ。まずは、党大会で民主党、ハリスさん指名するんですか副大統領、誰にするんですかその上で、どういう風な戦いを見せてくれるのかというところが、ポイントなんですよね。 ああ、なるほどなと、アメリカもかなり揺れてますね。でも俺たち日本人だから関係ないやと皆さん思ったかもしれないんですが、これが関係ある。なんでね。11月に大統領選がやるよと。それでトランプさんになるかもしれないし、ハリスさんになるかもしれないんだよと。ただその前に日本大イベントありまんねんってことなんですよね。それが、 その2ヶ月前、そして2ヶ月今から後のですね、真ん中ちょうど今から大統領選までの真ん中にですね、何がある総裁選があるんですよ。自民党総裁選ということはおそらくほとんどの確率で次の総理大臣が決まるって話なんですよね。ええー、と、アメリカのその何に勢いがその、え日本の総裁選関係あるんですかっていうことなんですけど、これ非常に大きく関係があると言われてるんですよ。 つまりトランプさんが行くぞという機運が高まったら総裁になりやすそうな人とハリスさんが行くぞとなったら総裁になりやすそうな人ってのは違うみたいなんですね。ここまで理解してると日本のニュースがわかりやすくなっていくるんです。 つまりアメリカの影響を非常に多大に受ける国日本ですからアメリカ大統領選ってまあ知っといたらちょっと分かるかなではなくてアメリカを通して日本の政治も見てみることで未来の予測ができるようになるということなんですねなのでここぜひ覚えて帰っていただければと思います自民党総裁選まず基本構造を覚えていただきたいんですけど現状どうなってるか実はですね麻生さんと菅さんこの2人が バチバチやっている。これがまず基本的に理解しなきゃいけないことですね。この二人はキングメーカーって言われてるんですね。もちろん二人とも総理経験者ですよね。その上で自分が出馬をするということではないんだけれども、かなり影響力を行使できている。つまり自分の息のかかった人間を トップに据えたいと思っている二人と言われてるんですよ。だからこそ王を作るもの、キングメーカーと言われてるんですよね。じゃあそのキングメーカー二人がキングにしたいのは誰なんだということなんですけれども、麻生さんが現状最も総理に押したいなと思っていると言われているのが、 幹事長のモテギさん、茂木派のトップですよね。茂木さんをトップに据えたいんじゃないか。もちろんね、上川陽子さんっていう選択肢もあったみたいなんですよ。一時期麻生さんがね、あのおばあちゃんなかなかやるねなんて言ってですね、えなんて失礼なものじゃないとか言いながら、バズらせる言い方をして注目を集めたことがあったんですね。それはですね、総裁選にちょっと行かせる可能性あるよというのがあったらしいんです。ですが、若干勢いがですね、ちょっとそこでとどまってしまって、現状 非常茂木さんなんじゃないかと強く永田町で言われてるらしいんですねじゃあ菅さんの方の陣営として誰がいるんだっていうことなんですけどもこれが返ってきた石破さんなんですよねはい石破さんといえばねもう何度も総裁選に出て何度も負けている、まあ、最大のライバルが安倍晋三さんだったんですねで安倍晋三さんとバチバチにやって敗れたことによって安倍さんからかなり遠ざけられて最終的にはもう自分の派閥すら失うとうですね 派閥すら消滅すると、ね。今のは、派閥が、あの、みんななくそうなんてね、岸田さんがね。うん。派閥の献金パーティー良くない。派閥なくそうとかっていう前に、単身なくされるっていうですね、えー。そういう浮き目を経てた石破さんがですね、逆にずっとですね、あの、石破さんを潰してた安倍派がバラバラに解体すると、ギャーとあのね、 献金パーーティー問題裏金問題で安倍派がバラバラになることによってですねついに帰ってきた石破ということですねはいなのでこの有力な一番がもう菅さんの方は石破さんなんじゃないかと言われてるんですよでただもちろん岸田さんも出たいし前回の総裁選に出た高市さんであるとか河野さんであるとか野田聖子さんっていうのもかなり可能性としてはあるよねというふうに言われてるんですよね はい、他にも若手がね、えー、小林隆之さんとかで、ね、いろいろなんかもう名前が出てるらしいんですけれどもまあ重要なのはこのキングメーカー2人にとっての重要なあの、ね、あのピースっていうのが茂木さんと石破さんと今は言われてるらしいんですよ。 まあ、もちろんこれから時の数がどう吹くか分かりませんから、もしかしたら、えー、河野さんとか、高市さんとか、野田聖子さんっていうのも、まあ、あるのかもしれないし、なんせ諦めてないのが岸田さんなんですよ。諦めきれない。諦められるわけがない。もう総理になんてならないなんて言わないよ、絶対。という形なんですよね。まだ言いたい。もっと言いたい。総理にまだやりたいということなので、なんとか、なんとか出馬したい。 ですが、ここで二つの視点が大事になってくるんですよね。基本的に、次、この総裁になったならば、次の大一番が待ってる。それが総選挙ですよ。総選挙、今、自民党逆風吹いております。裏金問題で、いろんな自民党がプッシュした首長選で負けております。はい。都知事選こそね、小池さんが勝ったものの、とはいえ、自民党の都議補選では、やはりちょっと負け越してるわけですから、次の総選挙、かなり厳しいものになる。 だからこそ選挙に強い、そういうトップを立てなきゃ。という目線で行くと、茂木さん、石破さんで言うと、認知度や知名度、はい、人気は、まあよくね、次の総理は誰なんだなんていうアンケートを小文に取ったりすると、石破さんってのは、上位に良くなってますから。石破さんの方が選挙は勝てるんじゃないかな。しかも今までの裏金のイメージのある安倍派とバチバチにやってた、つまり逆サイド。 つまり、与党内野党的存在ですから、イメージ変換としてもいいんじゃないかな、なんて言われたりするんですよね。ですが、今回ね、重要なのは総裁選の仕組みなんですけども、総裁選ってのは、基本的に立候補者の中ですね、票をですね、こう、まあ、1位からつけていくんですけれども、過半数を取れてないんだったら、これね、決選投票に行くわけですよ。往々にして決選投票に行く必要がある。 可能性が高い。それになるともう一回1位対2位で戦ったりするわけですよね。はい。そうなったら時にですね、条件が変わるんですよ。はい。今回フルスペックと言われていて、最初の投票の時は全国の自民党員が一票投じたものも反映されるんです。ところ決選投票はですね、都道府県に1人ずつとなりまして、圧倒的に自民党の その国会議員の中での投票の影響力が跳ね上がるんですね。決選投票にもつれ込んだら自民党内で全国の党員じゃなくて自民党内の国会議員の中で信頼されてるかどうか人気があるかどうかいいと思われてるかどうかが出てくると。そしてずっと言われてるのは石破さんっていうのはその自民党の中で言うと敵が多いと。なるわけですよ。つまり バーンってしょっぱなで石破さんが行けば勝てるけど茂木さんとちょっと競っちゃったら決戦で負けんじゃないなんてことも言われているえ。でもちょっと待って中田さんと大統領の話どこ行ったんですかなんですけれどもどっちにがどっちに近いのかの図式があるんですよ。はい。茂木さんはトランプ派かハリスカ派で言うとトランプに近いんですよ。 思想で言うと、茂木さんはどちらかというと保守。リベラルというよりは保守なんですね。はい。なので、トランプさんの勢いが増すと、茂木さんの総裁、トランプになりそうだからもう、茂木さんに任せよっかっていう力学は働くらしいんですね。逆に民主とバイデン、ハリスの流れに強いのが岸田さんですよね。 岸田さんはバイデン、ハリスに非常に強いんです。で、思想で言うと、河野太郎さんとかもリベラル寄りと言われてるので、まあ、ハリスになった時に強そうなのは河野太郎さんとかです。高市さなえさんも保守、安倍さんと似た力を持ってるので、似た雰囲気を持ってるので、トランプに近いんですね。で、石破さんはっていうと、まあ、ちょっとそこら辺のね、あのー、感じで言うと、まあ、中間的と言われてるらしいんですね。はい、どうなるんでしょう。つまり、この、 トランプかハリスかでいうとトランプになりそうだったら石破さん、茂木さんでいうと茂木さんの方がね、ちょっと有利になるしハリスになりそうだって言うとあむしろこうね、茂、え、木、ー、さんのなりやすさを少しそがれるんじゃないかなんて言われてる。なので、ねアメリカとのね、顔色非常に伺わなきゃなんて言ってですね、はい。一時期ね、もし虎とかほぼ虎なんて言う言葉が出たんですね。もしもトランプが 大統ほぼなトラっていうのは「いやもしも」とか言ってたけどバイデンさん全然喋れてないから多分ほぼトランプだねっていう時の動きはいで今張りですからね私が言ってるだけですけど今はハリスが来たっていうことですもし虎からのほぼ虎からの今張りなんでほぼ虎の時にですね麻生さんが動いたんですよねうんもうほぼ虎だからトランプに会いに行こうっつってトランプ会いに行っちゃうんですよ麻生さんが。 それに対してバイデンが非常に不愉快だと、下品だと、いうことで、あの、やめろとかっていう、いうのがあったりしたんですよ、裏、裏で。でもそれぐらい日本の政治家さんは、トランプになるのじゃあもう動かなとかっていうのをやるんですよ。ね。かなり敏感に動いてるんです。だから、アメリカ大統領がどっちになるのかがカーンって決まる瞬間に自民党総裁選っていうのもかなり、 動くぞってことですよ。これは見とかなければいけないわけでございます。いやあ面白いですね。ねえもちろんね、まあ、銃撃とか暗殺未遂とか怖い話もありますから、まあ、無事終わってほしいなというのがまずねまず第一ですけれども非常にここは興味深く、えー、ハリスがなったらどうなるのトランプがなったらどうなるトランプがなったらですねまあ かなりアメリカ第一主義っていうのは進むと言われておりまして中国に対する向き合いとかもまあ強硬的になってくるだろうなっていうふうに言われてますよね。ですがここからハリスは非常に えー、難しい局面を行かなきゃいけないわけですよね。なんてったってイスラエルの対応。ここが難しいわけですよね。えー、黒人やアジア系の支持を得るためにイスラエルを止めたら、えー、ユダヤ系を手に切り回して献金はガクンと減ってしまう。えー、さらに移民政策も、えー、何か強い手を打ってしまえば多様性からは離れていく。えー、メキシコに壁を作ると。 いいいいうぐらい強いことをやってしまえばトランプさんみたいにね、えー、そうすれば白人労働者階級からの人気は回復するだろうけれども、今までの日本のあ自分の心情からするとどうなんでしょうね。えー、差別を受けてきて。 インド系の母の下で育ち、ジャマイカ系の父を持ち、多様性の象徴、ガラスの天井を破壊する象徴と言われた人が、マイノリティに厳しい政策を取るということができるのか。あここら辺は厳しく見られていくと思います。いやー、それは一体どうなるのか。でも日本は日本でね。 厳しく見ていかなきゃいけないわけですね。自民党総裁選で誰がトップになるのかという考え方だけではなく、自民党でそもそもいいんだっけとかですね。裏金ってなんだっけとかですね。政治資金ってどういう風なのが適切なんだっけというところまで語れる国民が増えるとですね、もっと国民の税金がですね、適切に使われるんじゃないか、なんていう期待を込めてですね。 えー、この大統領選と総裁選をまずは興味持っていただこうと思いまして授業をさせていただきましたぜひぜひ、えー、またこの YouTube 大学見ていただいて登録していただいてですね政治分かったニュース分かった今度投票行こうなんていう話になったら非常に私としては喜ばしいでございますまたまたあの面白い授業をやっていきますのでぜひご覧くださいではまたプログレス は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。